パッパッパッパやれ。ボールか。ごめんね。はいどうも、レハです。お願いします。はい、本日は日高文さんの、潜入をしているんですけれども、まあね、僕が一人で立っているということは、まあ、みんなのグラブ紹介の方を、していこうと思います。で、すいません、爆速グラブ紹介はもうちょっと僕無理なので体力削られるので、今回は2本立てかな、多くて3本立てになるかもしれないですけども、まあ、みんなのね、グローブを、思いのこもったグローブを、紹介していこうと思います。はいはい、じゃあお名前お願いします。ルキです。ルキくん、はい、お願いします。じゃあね、今日でもね、はい、出てもらったので、そのグローブちょっと前に出して、はい、水のプロの投手用、これだいぶ使い込んだね、はい、めちゃくちゃいい味になってるんで、これ引き続き、はい、バチバチに使っていってください。はい、じゃあその他に、なんかちょっと増えてたので、これ出してないよね。はい、じゃあ前出していただいて、水のプロの、これは外野手用、はい、やばいね、これキャメル。あ、そうです。うん、で、紐がオレン、なん、単形か、はい、締まってるね、同系色系で。これなんかこだわりポイントとかあれば、ポケットを深くつける。はいはいはい、ちょっといいか見て。ポケットがね、かなり深いんですよね。これ一応イチロー選手型なのかな、上林型っていう。あ、なるほどね、上林選手か。上林さんの選手もね、あの埼玉出身で、これで、ハガなんですよ。ここにハガジャパンと書いてあるので、もう使ってて、めちゃくちゃしっとりするんです。超いいグラムです。はい、じゃあ次いこうか。Z プロステータス、ウェルダーラベルですね。これは今宮選手型だったんですよ。あ、そうです。いいね、いいね。今宮選手のモデルは僕も持ってるんですけど、結構深いですよね。はい、そう、大きい風に見えて大きすぎず、でも小さいわけではない、はい、超オーソドックス、万人受けするタイプ、はい、これ買ったばっか。買ったばっか。これどこで買ったの。大宮のベース。今買いに行ったね、ここから。 いいね。で、カラーがレッドオレンジと、ベースがなんとかブラウンというね、キャメル系のグローブで。ほうほうほう。じゃあこれはキップレザーか。そうです。ですよね、キップレザーなので、これもめちゃくちゃいいグローブ。はい、じゃあね、この3つのグローブを使ってうまくなっていってください。ありがとうございます。はい、次行こう。はい、お願いします。お願いします。お名前をお願いします。マナト。マナト君、はい、お願いします。じゃあちょっとね、使ってみてもらう感じで。はい、ワーアンドペガサスのジャヨです。ジャヨ、これは左投げ用ですね。はい、ウェブがめちゃくちゃかっこいい。グローブが黒のステッチとかがね、サックスになってるんでね、はい、水色。これなんかこだわりポイントとかある。まあ、横に入ってるウェブの紐がね、かっこいいよね。じゃあなんかこのウェブとかだとさ、結構力入りやすいじゃん。まあ入りやすいです。うまくいった。おー、じゃあこのグローブ使ってどん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 投げ込んでってください。はい、はい、ありがとうね。はい、はい、じゃあお名前を、下の名前に、下の名前で、はるばくん、はるばくんね、お願いします。じゃあちょっとグローブ、お借りしても。これが SSK のプロエッジですね。ここシリコンラベルでね、しっとりしてるグローブだね。ゼロ。あー、オールインワンゼロ、白いやつ。シルバー。あ、シルバーの方か、もっちりする方か、はい、あれ、軽くなら、重くならないからいいよね、あれ、はい、ウェブが、まあ、タートン系のウェブか。じゃあ買った理由でいいや。シックに使ってる。うん、はい、いろんなとこも守れるよっていう。ピッチャーやから。うん、はい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 。なんで最近こういうウェブのね、ピッチャーの選手もいるし、ね、これかっこいいな。バックスタイルもね、特徴的だもんね。ピッチャー、オールラウンドってことはピッチャー以外もない。はい、じゃあね、全部のポジションで頑張っていただいて、こういうログで。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。佐竹翔太です。はい、翔太君お願いします。そう、グローブ2つあるんで、まずじゃあ外野用から出してもらおうか。はい、こちらが SSK の、これはなんだろう、プロブレインではないよな。でもね、どこか懐かしみを感じる SSK のマークです。これ、もらえる。いや、寒いで、寒いで。ほんと、はい、ふーん、なんかね、プロエッジではないと思うんだよね。いや、これかっこいいな。スペシャルメイクアップ。え、和訳は分かった。で、なんか特徴とかある。こだわりいいや、こだわり、こだわり。あ、もう柔らかくて、もう自分の手に合ってる。相当使い込んでるから、ね、だってさ、つや、わかる、この蹴り返し、すごいね。松崎しげるぐらい手にわかんないから、本当にポケットも深いし、で、一見重くはないね。すごい使いやすそうなグローブです。はい、じゃあ次のグローブ。はい、じゃあ次のグローブ。プロステータスの投手用ですね。これもまた落ちててるな。
素晴らしいね。左の投手用でウェブめちゃくちゃかっこいいし、切れ込み入ってるし、これはやばい、超好きよ。めちゃくちゃ左ピッチャーって感じのピッチャー用のグローブですよ。ピッチャーとかやってピッチャーとかやる。うん、なるほどね。これのこだわりとかある？最初、このが黒でちょっと使えないんで、うん、白の全部これで。おお、キャベに変えたの。はいはいはい。これどこですか？これは誕生日だったサプライズだった。おお、お父さん、お父さん優しいね。はいはいはい。ちっちゃいね、すごい重いの詰まった。いいグローブ、活躍しててください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあお名前をカメラに使ってもらいます。小林歩です。歩くん、はい、はい、お願いします。じゃあね、ちょっとグローブ、これはやばいよ、本当にやばいよ。はい、水のプロの、これまさかオーダー。はい、やば、刺繍入ってるよ、これ。なんかこれ、雲外、雲外って言うんですか？雲外装填。四字熟語がちょっとあんま得意じゃないから。意味わかんない。きつい練習を乗り越えた上には、きっと明るい未来っていうか、待っているっていう。雲がきつい練習ってこと？そうです。晴天が、装填が、まあ、楽しい。すがすがしい天気が待ってるよ、みたいな。そうです。台風一過みたいなもんだ。はい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 。カラーリングが、これがブラウン系？あ、そうです。に紐がキャメル系、裏側もキャメル系の左のファーストリートですね。これはやばいでしょ。はい、お父さんお母さんに感謝だよこれ、はい、どこをオーダーするときに一番に気を使った？お父さんにで、お父さんに使ってもらって、あ、いいねって。あ、なるほどね、もうお父さんチョイスなんだ。あ、そうです。いつの間にかお父さん作ってくれてたんだっていう感じでもない。お父さん好みで作ったと。いや、茶色がいいなって話をしてて作ってもらってます。見たら、あ、あ、一緒に作ったんだね、はい、一緒にデザイン考えた。まあ、そこが一番のこだわりで、はい、仲いいのお父さん。いや、いいですね、こういうのがね。中学生選手ならではだからね。大人じゃ親にね、グローブなんか作ってもらえないから。作ってくれよぐらいの大丈夫。まあ、そういったグローブ本当にね、質もいいので、このグローブ本当にいいグローブなんで、これをもっともっと頑張って頑張っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあカメラ向かって元気よく下の名前をどうぞ。海星、海星くん。はい、はい、じゃあちょっとね、今グローブ紹介の名前出してください。これ Z の、これはあれかな、まあでもプロステータスのキャッチャーミットです。これ去年もね、はい、紹介で出してくれて、はい、あれからかなり使い込んだね。めちゃくちゃ味が出てる。で、ポケットがね、めちゃくちゃ深いね。がっちり掴めるんですよ。はい、いや、いいね、これ若干コンパクトね、まあ、ほんのちょっと小さめだよね。質もいいし、それがプロステータスって言ったようなミットになります。はい、じゃあちょっと次、こちらのね、グローバルエリートのオールラウンドかな。はいはい、これも去年ね、はい、使ってて出してくれたグローブで、これもかなりもう味が出てきてるね。いや、すごいね、肩めちゃくちゃ丸い、ね、こういう丸みを帯びたグローブで、やっぱグローバルエリートだから軽いで、やっぱ物持ちがいいね。2つとも実際その使用感はあるけれども、へたってる感はどっちもないから、使うのもうまいし、手入れもうまいんだろうなと今日は思う。あ、この2つのね、ヒットとグローブで、どん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 もっと練習していってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあカメラに向かって元気よく下の名前でお名前をどうぞ。レイです。レイくん、はい、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブ返していいですか？はい、やばいね、これは和牛 JB006S。 あ、じゃあ人気な、はい、あの定番的な方って言ったらいいのかな。これどうやって手に入れたの？モンストで限定ぐらいで。おお、すごいな、これこれはやばい。ちょっとね、こういう取り方だよね。親指残しで取ってて、はみ出しが入ってないんだけれども逆巻きっていう。だからこういう風に深くなってくるのかな。奥に対して深くなってくる。手前は浅くて奥深いっていうようなグローブとなっています。カラーリングか、これはキャメルなのかな。キャメル、 JB のキャメルなんて本当限定だよね、はい、定番じゃ絶対ありえないから。ラベルも着地もかっこいいし。これなんかこだわりとかお気に入りポイントとかあれば。色、綺麗な色。あー、そうだよね、映えるもんね、グランドに。黒土に絶対映える色なので、まあ、だいぶ渋くはなってきますので、もっともっと渋くしていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ下の名前をお願いします。ひろきと言います。ひろきくん、はい、はい、お願いします。ちょっとね、グローブ、これがミズノの、なんだこれ、ビューリーグなのか。でもポケットにビューリーグとも何も書いてないです。これはなんだ、はい、トキワスポーツの方で買わせていただいたんですけども、はいはいはい、はい、その時にお試しとしてちょっと紹介されたやつなんですけど、はいはいはい、その時に試しに、はめさせていただいて、その時にしっくりときたやつで、それで購入しました。お試しグローブって高校用とかで。ああ、そういうこと。水のプロとかグローバルエリートとか、はいはい、買うよりかは、はい、
ちょっとまあ最初にちょっとお試しのグローブを、はい、そういうことか、なるほど、そういうお試しね、はいはいはい、あと価格もちょっと安めで、はいはいはい、はい、なんかね、ラベンだけ見るとビューリーグに見えるかなとも思うんですけど、そんなことない、めちゃくちゃいい革質だし、ポケットもね、水野しか入ってないし、親指とかにも特に何も書いてないんだよね、はい、すごいね、こういうのは初めて見たな、めちゃくちゃ、これさ、お値段安いかったってことどのくらいなの？税込みで3万7000円ぐらいです。公式用で、はい、安いな、新品が。それはカラーリングがナチュラルライムか、田中のマー君が使って、高校の時に使ってたよな、はい、カラーリングで、いや、すっごい発色がいい、めちゃくちゃ綺麗、こんだけいいグローブだね。今3年生で、はい、次高校1年生だよね、はい、じゃあ高校でもぜひぜひこのグローブ使って活躍していってください、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、カメラに向かって大きな声で下の名前でいいので、はい、お願いします。ゆうきです。これちっちゃいな。ゆうきです。あれちょっと緊張してる？いや、はい、じゃあ朝だから、はい、朝だなんで俺の言い訳が強すぎるはい、じゃあね、今グローブ紹介なんで、こちら去年もね、はい、紹介してくれた水のプロの外野手用です。これさ、グリス入れたもしかして？はい、で、ね、あの土手だけ紐が変わってるから、ここが切れることってあんまないからさ、多分グリス変えたんだろうなって思って、だからかね、パリッとしてるね。そうです。でも、水のプロの革の良さがある、っていうような、だいぶ使い込んだね、結構ずっとなんで、うん、やっぱ水のプロ耐久性いいね。いいですよ。なんかさ、このグループのお気に入りポイントとかあるか？小指にしてないんで。あ、5本指なんだ、はい、でも指出してない？指も出してないですね。もう全部はめ込んで、はい、おー、じゃあもう5本指をフルで使ってボールをつかみに行くっていう、はい、なるほど、確かに外野用じゃ珍しいかもね、珍しい、今の選手からしたら。昔はね、結構そういうのもあったんだけど、いや、だとしても5本指使えるっていうのはもう握力全般に使え、あ、全力で握力使えるからめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。今何年？今3年です。じゃあ次高校生、はい、じゃあしばらくは高校でもこのグローブにしてます。なるほどね、じゃあこのグローブで頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ下の名前を元気な声でカメラに向かってよろしくお願いします。あつきです。あつき、はい、OK。 はい、じゃあね、グローブちょっと借りてもいい？はい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 、これはね、あの、僕が非常に興奮するグローブですね。クボタスラッガーです。はい、俺もこのウェブ持ってるんだけど、かっこいいよね。はい、で、これさ、オーダーじゃない？そうです、オーダーです。やばっ、ちょっとお父さんお母さんに感謝しなきゃ。はい、これで、なんかね、めちゃくちゃやっぱスラッガー得意の広さが、ポケットがめちゃくちゃ広いなっていうのはあります。こだわりとか？小湯煮です。おー、はい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 。あ、じゃあスラッガーだけど、と浅くはないんだ。広いけど浅くない、広いけど両方使えるから、広く、あの、浅くも深くも使える。なるほどね、めちゃくちゃ使い込んでるね。あと、これはどこでオーダーしたの？川越の、なんだっけ、松崎さん。あ、そうです。はいはい、あそこはね、その熊田さんが有名ですから。これもね、すごいいいグローブで、はい、高校もこれで行く予定？今3年生だと。そうです。じゃあ、このグローブで頑張っていってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、本日は日高ボーイズさんのグローブ紹介第1弾かな、紹介をさせていただきました。まあ、みんないいグローブだらけでね、本当に、使い込んでもいるし、質もいいし、というような、これはうまくもなるわというような、グローブたちがたくさんあったので、皆さんもね、このグローブいいよとかっていうのがあったら、この選手のグローブ良かったよとかっていうのをね、あの、選手へのコメントとともに、いただけます幸いです。はい、ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあれしょー、今日はこのハンカチを売りに来ました使いますよこんにちは、美濃慎之助の母です。今日はちょっと何も持ってないんでカメラでもいいですか？それキャノンの、キャノンのちょっと古いですけど、はいはい、一眼で、はい、のぞみにちょっと買わせていただきました。なるほど、これめちゃくちゃ倍率出るやつじゃないですか。そうでもないんですよ。なのでちょっといまいち、ちょっと使い勝手が悪いんですけど、でも200出るんじゃないですか、あの、初心者向けの、はい、いやいいカメラですよ。いかがでしょう？ぜひぜひ選手の皆さん、綺麗にたくさん撮ってあげてください。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。どうも。使わせていただきます。どうぞ。みんな遠慮もなくさ。あれ、ここ関西かなと思っちゃって一瞬。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当に
ありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。